沖縄蕎麦は中華麺に由来する製法の麺を使用した沖縄県の郷土料理である。沖縄県内では単に蕎麦あるいは方言で蕎麦、内縄蕎麦とも呼ばれる。農産漁村の郷土料理100選に選ばれている。和蕎麦とは異なり蕎麦粉は一切使われず小麦粉のみで作られ乾水または伝統的に焚き木を燃やして作ったアクを加えて打たれる。 製法的には中華麺と同一であり、公正競争規約の上でも中華麺に分類されているが、麺は一般に太めで和風の出汁を用いることもあって、その味や食感は一般的ラーメンよりはむしろうどんや和そばに近くなる。一方、庶民の思考の上などからラーメンの一種として扱われることもある。発祥については諸説あるが、庶民の食べ物としての 蕎麦が紹介されたのは明治後期のことで県民食として大々的に普及して現在のような形態となったのは戦後県外にもその存在が知られるようになったのは沖縄復帰以降のことである。沖縄において蕎麦、蕎麦は通常沖縄蕎麦を指し蕎麦粉を用いた蕎麦は日本蕎麦、マトの蕎麦、黒いお蕎麦などと呼んで区別される。 変換直後には名称に関する議論もあったが、現在では沖縄蕎麦という呼び名が全国的にも定着している。2000年には1日約15万から16万食が消費される県民食であり、いくつかのメーカーからは関面、袋入りのインスタント、沖縄蕎麦のスタンプラリーも毎年開催されており、他県からの参加者もいる。また21世紀に至るまで、 沖縄蕎麦店の分布は沖縄県を中心とした郷土料理的性格が根強く県外では都市部や沖縄県出身者の多い地域などに沖縄料理店の一種として散在するに止まっている沖縄における麺料理の起源は琉球王国時代に中国南部から伝来し中国からの死者をもてなす接待料理に取り入れられたという説があるしかし 沖縄で小麦粉を原料とした麺料理が一般に知られるようになったのは明治後期以降のことであり、日本本土出身者が連れてきた中国人国区が那覇の辻誘惑近くに開いた品そば屋が今日の沖縄そばの直接のルーツであると考えられている。街中にそば屋が増え、一般庶民が気軽に食べられるようになったのは対象に入ってからのことであるが、当初は 豚の出汁をベースにした醤油味のスープで具材も豚肉とネギの実と日本本土の品そばと変わらないものであったようであるその後沖縄県民の味覚に合わせた改良が重ねられた結果スープは現在のような薄めの色となり今日にまでつながる三枚肉沖縄かまぼこ小ネギを具材とし薬味として紅生姜や高ーグスを用いるという沖縄そば独自の スタイルが形成されていった。品そばと並んで、琉球そばという故障が用いられるようになったのも、この頃のことである。木いそばまた現在は、一般的な中華麺と同様に、麺には、小麦粉と塩水、そして乾水が用いられるが、当時は、乾水が入手しづらく効果でもあったため、悪と呼ばれるガジュマルなどの亜熱帯の樹木梅を水に、 溶かした上積み液が代用として利用されることが多かった。このような伝統的な製法の麺は今日では特に牙そばと呼ばれている。悪は琉球染めにも利用される身近なアルカリとして、こうした老舗の店も戦時中の食料を不足と沖縄戦によって全て消滅したが、米軍占領下で小麦粉が豊富に出回るようになってからは次々と復活し、 また戦争で家父となった女性たちが新しい店を立ち上げるなどして戦後沖縄を代表する軽食として急速に普及していくこととなる。店の数が増えるに伴ってそれぞれの店が様々な具材やカツオや昆布を用いた和風の出汁を用いるなど競い合って工夫を凝らし県民食として発展していった。またその一方でガスの普及に伴って面打ちに使われる機械の 供給が減少したこともあって、乾水を使用した大量生産の麺が一般的となり、現在に至っている。近年まで戦後の日本本土のラーメン文化の影響を受けることのなかった沖縄県では、復帰前の1970年頃にはすでに大衆食としての蕎麦が定着し、上記の代表的なスタイルや、 後に誕生する大ぶりの早期を具にした早期そばは沖縄料理の定番となった。こうして生まれた沖縄そばは沖縄本島に定着する過程と同時、あるいは相前後しながら、宮古諸島や八重山諸島、その他の島々へも広がるに至っている。本土復帰以降には日本本土由来の大晦日の年越しそばの風習が広まったが、 食されるのは蕎麦粉を用いた日本蕎麦ではなく沖縄蕎麦である。麺の形は太めでややねじれたうどんのような方形が一般的だが、名長を中心と。一方、石垣島など八重山列島は細めのストレート麺で、このような八重山諸島の沖縄蕎麦を八重山蕎麦と呼ぶ。また、宮古島の蕎麦も縮れのない細めの平打ちで、具材や盛り付け方などにも、 独特の特徴があり、宮古蕎麦と呼ばれる。これ以外にも、大東蕎麦、久米島蕎麦、名古蕎麦、朱里蕎麦、那覇蕎麦、与那原蕎麦、ヤンバール蕎麦など、商標や店名として地域名を関する蕎麦は多数存在するが、上記の八重山蕎麦や、宮古蕎麦のような、際立った特徴や歴史があるわけではなく、ローカル故障地域おこしとしての側面が強い。近年は、 沖縄本島内でも、宮古そばの流れを組む麺の人気が高まりつつある。以上のように、沖縄そばの流れを組む、郷土料理の麺類は、沖縄県内を中心に広がっている一方、隣県の奄美群島では、与論島のもずくそば、沖野選ぶ島の選ぶそばが見られる程度であり、影響は少ない。徳之島以北ではほぼ県外全体と同様の、扱いとなる。 沖縄そばと一般的な中華麺の大きな違いとしては、茹で上げた麺に油をまぶし、冷水で締めずに自然冷却するという点が挙げられる。これは麺に油を吸わせることで保存性を高めるという冷蔵庫のない時代に生まれた知恵であるが、この工程が沖縄そば独特の表面が硬く、ボソボソとした食感を生んでいる。一方生麺までの製法は一般的なラーメンと大差ない。 一部には、手打ち麺を茹で立てで提供する店や、油処理を行わない、冷凍麺なども流通しており、茹で麺との食感の違いや、低カロリーなどを売りにしている。また、大量生産では一般に乾水を用いるが、古い時代の製法にこだわってガジュマルなどのアクを用いる自家製麺の店もある。ポストハーベストの不安から、国産小麦にこだわる店や、 全メニュー化学調味料なしを宣言する店も存在する。その他にも麺にアーサやフーチバー、イカスミ、カレー、バジルなどを練り込む飲食店も参見される。スープはほとんどの場合豚出汁とカツオ出汁のブレンドでその比率は様々である。市販の濃縮スープも同一メーカーから豚とカツオの2種類が発売されていることが多い。 近年はカツオ出汁を主体とするスープも人気であるが、古典的な豚のみの出汁や、白濁した豚骨スープを用いる店もある。また一部では、ラーメンのように鶏ガラや煮干しを用いたり、野菜を入れ色調も関西風のうどんつゆに似た、澄んだスープから、ラーメンのように液面が油膜で覆われたものまであり、バリエーションが広い。トッピングとしては、三枚肉を用いる。 標準的な沖縄そばに加えて、早期そば、軟骨そば、手引きそば、中身そば、肉そば、油脂豆腐そば、などが代表的である。古くからの店では三枚肉ではなく脂身のない赤身の新肉、薄焼き卵、結び昆布、干し椎茸の甘煮などが添えられることもある。離島ではもずくをトッピングしたものが見られる。弁当屋などでスープ代わりに販売される安価なものでは、 肉が省略されたりポークで代用されることも多い。沖縄県の食堂やレストランでは焼きそばにも沖縄そばの麺が使われることがあり、正式名称はないが沖縄焼きそばと呼ばれることもある。これも県外の焼きそばとは麺や食感が異なる。歴史は比較的新しく、既成麺が流通し始めた昭和30年代に誕生したと考えられる。具は肉。 野菜だが、ランチョンミートもよく用いられる。初期は、フォンドのナポリタンに似たケチャップ味が主流であったが、今では、ウスターソース味、塩味、醤油味のものも増えている。また、かつては、最も手軽な食べ方として、市販の茹で麺に醤油や塩などを絡めてそのまま、常温で食べることも行われた。これはから、蕎麦と呼ばれ、石垣島では、辛蕎麦のタレも商品化されている。 ネギや、トゥーナ缶など手近なものと会えれば一品料理としても、成立するので、簡便な軽食や酒のつまみとして、現在もしばしば用いられる。沖縄そば店の多くでは、握り飯や、いなり寿司、ジューシーが、セットメニューとして用意されている。1972年の本土復帰以前は、沖縄県でそばといえばすなわち沖縄そばのことで、あったので、特に意識することなく単に、 そばと呼ばれることがほとんどであった。その後日本そばとの混乱を避けるために沖縄そばという故障が用いられるようになったが、1976年に厚生取引委員会が生麺類の表示に関する厚生競争規約のそばとはそば粉30%以上小麦粉70%以下の割合で混合したものを主たる原料とするという記述を根拠にこの名称に対 しかし県内で戦前より一貫して蕎麦と呼ばれてきた慣習を変えることは困難として沖縄生麺共同組合等が中央と粘り強い交渉を行った。これにより1977年には通称としての沖縄蕎麦が県内のみの使用に限り許可された。その後、1978年10月17日に厚生取引協議会、 生麺類の表示に関する構成競争思考規則、別表に本場沖縄蕎麦という表記が沖縄県内で生産され、仕上げに油処理を行うことなどいくつかの条件の元に特殊名称として認可された。これを記念して10月17日は沖縄蕎麦の日とされている。この時に定められた本場沖縄蕎麦の定義は以下の通りである。 沖縄県内で製造されたモノ手打ち式の、モノ原料小麦粉中のタンパク質が安有量は11%以上かつ海分は0.42%以下、加水量小麦粉重量に対し34%以上から36%以下、乾水2バイト H、4バイト H、食塩5バイト H、10バイト H、熟成時間30分以内、面洗面の厚さ1.5ミ、mm、リメートルから1.7ミリメートル バンテウスバ10番から12番。手揉み裁断された面線は、茹でる前に必ず手揉みを行う。茹で水の pH は8から9であること。茹で時間約2分以内で十分加食状態であること。仕上げに油処理が施されていること。なお、1978年10月17日に、許可されたのは、本場沖縄蕎麦という特殊名称のみであり。 沖縄蕎麦という故障が県外でも使用可能な一般名称として認められたわけではなかった。沖縄蕎麦の県外への移出は少し遅れて1987年4月5日に認可されたが名称問題については不透明な部分が残り、1995年に設立された沖縄県物産公社のアンテナショップにおいても 沖縄そばという名称を避けて沖縄ラーメンというメニュー表記で提供されていた例がある。現在では生麺類の表示に関する構成競争規約において中華麺の一名称として認められており、乾水を用いた麺に対しては産地や製法などの制約なく沖縄そばの名称を使用して良いことになっている。2006年には地域団体商標として沖縄そばが認定された。 指定商品は小麦粉を使用した沖縄県産のそばの麺である。よって原則として商標権者である沖縄生麺共同組合の許可を得ずに沖縄そばの名称は使用できない。沖縄そばは日本国外でもブラジルやハワイなど沖縄県出身の移民が多い地域を中心に浸透している。ブラジルでは日本人移民が渡ったおよそ100年前から 広がっており、中でもマットグロッソドする州のカンポクランデでは、沖縄出身者が多いことから、沖縄そば店が多く、町の名物にもなっているが、牛肉を使ったり、醤油で濃い味付けにするなど、現地の好みに合わせた変容も見られる。小麦粉に、乾水、またはアクを混ぜ込んでよく練り、寝かせる。これを太めに切って、麺を作り、もんで縮れをつけた麺を茹で、 熱いうちに油をまぶして自然冷却する。豚骨あるいは骨付きの豚肉を煮込んで出汁を取る。これにカツオ、昆布などの出汁を合わせスープを作る。味付けは塩または少量の醤油のみで香辛料の類は通常持ちいない。麺をほぐして丼に入れる。すでに茹でてある麺なので湯通しする場合は数秒以内にとどめる。スープをかけ。 三枚肉、かまぼこ、小口ネギ、紅生姜をトッピングする。好みにより、七味唐辛子や高麗グスをかける。八重山地方においては、特産である批発もどきの粉末を薬味として用いることも一般的である。典型的なレシピを挙げたが、トッピングする具の多様化と同様に、店、地域、家庭ごとに、レシピは様々である。ありがとうございます。